あいつ下倉スキー場こっちも滑り予定ありそうな、リフト乗ってる時間が長いんですよね。下倉スキー場、八幡平パノラマスキー場とはまた雰囲気が全然違います。下倉の壁めっちゃ急や。お、ちょっと雪積もってる。シルキーコース2200m。スノーライドエリア、ここから多分42連バンクがあるのかな。塩レモンラーメン、うん、どうですか、お味の方は。塩味とこのレモン の、はい、酸っぱさがマリアージュって言うんですかね、すごく美味しいです。 ありがとうございます。口の中でこう風味が広がって、まあ、マリアージュしてる感じ、はい、ありがとうございました。こっちがシナモンロールで、こっちがメープルピーカン。メープルピーカンです。嗅がして。嗅がして。一口ちょうだいとかじゃないですか。面白かったよ、今だっけ。メープルピーカン、ピーカンナッツ。うん、ピーカンナッツで。天気良さそう。アップルパイだ。アップルだ。うまっ。本当、うん、アップルパイ的なシナモンの方はどうですか、うん、甘みは抑えられてる感じがしますけど、シナモンの風味がそれを補っているといいますか。甘みとシナモンの、うん、マリアージュ。ありがとうございます。お互い控えめ。
下倉ありがとうございました。ありがとうございました。やりきりました下倉。やりきりました。はい、八幡平リゾートに戻ってきました。こちらで 1,2 本滑って本日の滑りは終了したいと思います。こっち滑ってないんだよね。では今回もご視聴ありがとうございました。これにて今日の動画は終了です。また次の動画でお会いしましょう。では本日はありがとうございました。ありがとうございました。